私は電子書籍における漫画表現の可能性の研究というテーマで研究を進めました。具体的に言うと、電子書籍の漫画というジャンルについて調べて、表現の幅を広げるための研究を進めて、その上で自分のオリジナルの電子書籍の漫画を作るというものです。そういった研究を踏まえた上で、自分のオリジナルの電子書籍の漫画を作りました。これ iPod で見ることを想定しているので、制作はコミックスタジオというソフトと、サイというソフトを使いました。それを、ジフアニメでアニメーションをつけて HTML でまとめるという形にしました。下にあるこの矢印をクリックするとページがめくれます。だいたい1枚のページにつき1つか2つまでという制限を加えました。それ以上もやってみたんですが、ちょっとやりすぎで見づらいかなという感じがしたので、最低でも1つ、最高で2つという形にしました。本当はフラッシュを使ってもうちょっといろんな表現をしたり効果音をつけたりしたかったんですが、今のところ iPod と iPhone はフラッシュに対応してないということだったので、 GIF アニメで制作しました。 iPhone だけで見るんだったら画像のサイズを小さくした方が良かったんですが、あまり小さくすると iPhone で拡大した時に画像がガタガタになってしまったので、大きめのサイズにしました。